飛田20号名古屋行きです。車内のご案内をいたします。列車は前から8号車、9号車の順に一番後ろ10号車の3両で運転をしています。先頭8号車が指定席、2両目9号車が自由席、後ろ10号車がグリーン車です。列車はこの先、円柱八尾、美濃谷、飛田古川、高山、下呂、美濃太田、岐阜、終点名古屋の順に停車をいたします。途中の高山駅には18時41分、終点の名古屋駅には21時3分の到着を予定しております。列車内は電気、お手洗いを含めまして全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。また終点の名古屋まで車内販売の営業並びに自動販売機の設置はございませんのでご了承ください。本日8号車の指定席につきましては予約で全てお座席が満席となっております。現在空いているお座席につきましてもこの後の駅からご予約をされているお客様がお越しになられます。お座席の上にお荷物等は置かないようご協力をお願いします。指定席満席となっておりますためお座席のご移動、また自由席から指定席への変更等につきましても致しかねますのでご了承ください。繰り返し JR 西日本から新型コロナウイルス感染対策についてのお願いです。引き続き列車内や駅構内でのできる限りでのマスクの着用や座席エチケット、また車内での大きな声での会話はご遠慮いただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。感染防止、飛沫防止の観点から座席を回転させて向かい合わせにしてのご利用はお控えください。車内で飲食等される際など一時的にマスクを外す際には特に会話などをせず周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。ご案内をいたします車掌 JR 西日本の桜井です。途中の井の谷までご案内をいたします。次は円柱八尾です。17時30分に着きます。お出口左側です。
Thank you.
します。ただいまから連結作業いたします。ホーム側のドアを一旦すべて閉めます。ご注意ください。連結作業が終わりましたら、再度ドアを開けます。
相乗りの出口から、8号車の方は白色の出口からお降りください。下路を出ますと、2番2の大谷です。停車時間はわずかで、早めのご支度をお願いいたします。降り遅れのないようご注意ください。
ビノボーダル出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。4号車と8号車の間は出口がございません。4号車の方は前寄りの出口から、8号車の方は後ろ寄りの出口からお降りください。ビノボーダル出ますと右側行きです。この先普通列車行く行きは21時30分発乗り場1番線大河線普通列車はじめ行きは4番線から発車です。長良川鉄道も乗り換えです。停車時間はわずかで、降り遅れのないよう早めのご支度をお願いいたします。停車時間はわずかでご注意ください。
号車と8号車の間出口がございません。4号車の方は前寄りの出口から、8号車の方は後ろ寄りの出口からお願いします。岐阜までの次は終点名古屋です。東海道線下り新快速米原行きは20時52分発まずは6番です。上り新快速豊橋行きは20時50分発乗り場1番線。普通列車豊橋行きは20時57分発5番線から発車です。降りの際を忘れ物にしてください。
ticket delay.